しいブレイクダンスのスタイルをこう今出してきてるんじゃないかなっていう感じなんで、こんにちは、こんにちは、プロダンサーのドラゴンさんに本日はパリオリンピック直パリオリンピック直前ということで、ブレイキンが正式種目であります、はい、今回は日本を代表して戦ってくれる、はい、Shigekix君の強敵、立ちはだかる B ボーイは誰になるか予想して解説をしていただきたいと思います。はい、わかりました。任せてください。任せてください。ということで、Shigekix くんね、22歳、うん、だから Shigekix くんが戦ってくれるんですけども、うん、ドラゴンさんが以前言ってくれた、うん、フリーズは武器だったり。そうですね。シゲちゃんのフリーズはなんか音もね、しっかりこう掴んでバチッと決めるんで、見てても気持ちいいし、あとはね、やっぱ体力もすごいので、まあ、後半になればなるほど相手のその油断したところにね、結構ね、ガチッと決めてくるので、まあね、もう本当にメダルはもうシゲちゃんは濃厚かなとは思ってるんですけど、ただね、ただですよね、ね、ただです、立ちはだかる男たちはいるでしょ、そんな簡単にメダルくれませんよそうですね、まあ、シゲちゃんの解説は過去にもやってるんで、はい、概要欄からチェックしてください、見てください。とりあえずオリンピックに出場することが獲得している B ボーイの一覧を作ってきましたので、うん、はい、こちら見てください。はい、 iPad カモン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 、はい、ということで、はい、こちら見てください。16名が戦います。上が大陸予選を勝ち上がった6名ですね、うんうん、この中で上から4番目に日本、はい、日本からしげちゃん、しげちゃんがアジア大陸予選を勝ち上がった、うん、この上の大陸予選優勝者と下の OQS から出場権を獲得した選手たち10名が戦うわけですけど、どうですかね、ドラゴンさん的に。ほぼみんな強敵なんですけど、そんな中でもここはまあしげちゃん的にも初戦では当たりたくないし、ちょっと対策打たないとなぐらいに思ってる人をピックするならば、まずはじゃあちょっと似てるところからいこうかなと。似てる、フィルウィザード。おお、まあ、似てるって言ってもそのスタイルが似てるって意味じゃなくて、その今そのフィルウィザードっていうカナダの B ボーイなんですけど、すごいなんかあの人懐っぽい感じでいい子なんですけどいいやつ、会ったことももちろんあるんですけど、はい、そうなんかね、あのやっぱトレーニングがやっぱすごくてですね、 B ボーイとしてのトレーニングだけじゃなくて、そのウェイトのトレーニングだったりとか、体作りの多分そのことに関して、なんかこのオリンピック決まってからめちゃくちゃやってて、体つきはもう全然違うんですよね、昔と。なんかそういうところでもやっぱりそのフィジカルな面でも強いんじゃないかなって思うところもあったり、まあその中でね、フィルウィザーのスタイル的にも結構オリジナルな、そのフィルウィザードしかやってない動きみたいなだったりとか、あと流れが途切れないフローって言われてる動きあるんですけど、その技から技につなぐ流れがむちゃくちゃ綺麗だったりとか、あと遊びっていうところがあって、その音楽や環境とかに合わせてその自分の色を変えれるんですよね、カメレオンのように。でそういうところのスタイルがやっぱりちょっとこうしげちゃんからしたら面倒くさいなっていうところもあるんじゃないかなと思います。強いですね、うん、フィルウィザードさんもフレーバージャパンで過去に一世が解説やってるんで、うん、そちら概要欄からチェックしてください、はい、一世君はシグネーチャーがめちゃくちゃあるんだ。そうなんですよね、シグネーチャーっていうのはその人の技みたいな、なんかフィルウィザードらしいオリジナル動きがめちゃくちゃあるんで、なんかそこら辺がね、ちょっとまあジャッジもそうですけど、会場に刺さるともっとさらに盛り上がっちゃったりするんでね、うん、ちょっと強敵ですね、最初に当たるにしても、うん、他に誰かいますか、はい、でその流れでいくとちょっとまたこれも面倒くさい相手だと思うんですけど、はい、ビクター、ああ、はい、アメリカ大陸予選、ね、大陸予選でいますけど、いや B ボーイからもう、ね、トップ中のトップっていうか、そうですね、本当このビクターも、まあ、ミスターオールマイトっていう ね、オールマイティって呼ばれてて、もう全部のスタイル、まあ、トップロック、フットワーク、パワームーブ、フリーズ全部がかっこよくて高クオリティ出してくるっていうアメリカの B ボーイなんですけど、やっぱりこのね、アメリカってならではのこのなんていうのかな、雰囲気というか匂いというか、なんかね、その B ボーイってなんか綺麗でかあのダイナミックならばいいのかってそういうわけじゃなくて、やっぱりそのアメリカだからこそあるこの雰囲気っていうか匂いっていうのがあるんで、やっぱビクターはそれがね、ちょっと他の選手に比べて強いなっていうのを、シルエットとかめちゃくちゃそのかっこいいですよね、うんうん、よくあのダンスやってない方は分かんないかもしれないですけど、美しければいいってわけじゃなくて体操と違うんですよね。そうなんですよ、足が曲がってるのがかっこいいね、かっこいいとかだったり、ちょっとあえて雑にやるのがなんかすごいよく見えちゃったりもするんで、ビクターとかね、うん、回転技パワームーブ見たら結構足曲がってたりする、そうあえてね、多分そういう雰囲気を残してやってるんですよね、うん、あれがやっぱアメリカから生まれたブレイクダンスのかっこいい
ヒロさん。そうですね。まあビクターってなんか俺たちからするとやっぱそのパワームーブって大体こういう流れにすると面白かったりスピードついたりするってなんかあるんですよ、そういう流れみたいな。ただビクターはそれを結構崩したというか、なんかバックスピンから90っていう、この一番下から一番上までこうつなげるだったりとか、まあそのパワームーブのつなげ方っていうのが結構独特だったりするんですけど、だからこそ難易度が高くて評価もされやすいみたいな。うん、なんでそこもちょっといくと、でこの人もやっぱトレーニングめちゃくちゃ頑張ってて、なんか B-Boy 以外のところのフィジカルな部分も強くなってるなっていうのが、うん、なるほど。2人目はビクター、ビクターですわ、来ましたね。他におられますか。ちょっとねこれ俺ダークホースだと思ってるんですけど、今回アミール。おお、アミール。アミールですね、カザフスタン、はい、プレデターですよね。そうですね、ロシアですね、ロシアプレデターは。そう、ね、だけど国籍はカザフスタン、そう、カザフスタンの出身なんですけど、このアミールがどうね行くかっていうところはありますね。変則系 B-Boy ですね。そうなんですよ、結構オリジナルがこのいろんな B-Boy いますけど、今回リストの中で一番ちょっと今すごい飛び抜けてオリジナルなことをやってるかなと思ってて、普通にトーマスからトーマスフレアから何々っていう時にあえてなんか手をこう重ねて、なんか回りきらず回ったりとか、なんか今まで見たことないブレイクダンスをやるんですよね。うん、だからそこの部分がやっぱジャッジにも新しいことを開拓してるっていうところでのオリジナルの評価がめちゃくちゃ高いような気がしていて、この前の最新のね、あの OQS の大会ラストに行われたやつが B が決勝で戦ったんですけど、アミールが2位だったんですよ。だからやっぱりそういうところもなんかどん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 評価されてるっていうところもあって、ちょっとこのジャッジの、まあ、やっぱ雰囲気によるじゃないですか、即興なんで音とかその環境とかにもよったり、ジャッジのね、まあ、見てる変わらないとは思うんですけど、だからそういうところで評価が上がるとちょっと面倒くさい相手かなと思いますね。結構そのアミールはこの間の OKS のブタペスト2位だったの結構びっくりしたんですけど、こんなにオリジナリティ高い人が評価されちゃ、されるんだって、うんうん、アミールも結構分かってきたのかなと。あまり崩しすぎるとちょっと外れちゃったり、ブレイクダンスじゃないってないって言われちゃうから、ちょっとそこまで行き過ぎないようにうまくコントロールしててのがこの前の OQS だったのかなって思いますけどね。なんで結構ダークホースだと俺は思ってます。ダークホース、はい。他ちなみに、そうですね、一番俺の中で今回めんどくさいと思って、一番めんどくさい人、はい、ヒゲちゃん一番めんどくさいと思ってる人はリーだと思います。ああ、 OQS1 位通過、はい、両方1位でしたよね。そうですね、はい、ストシャン、はい、で今さらにまだ進化してて、でこのねあのフレーバーでも解説させていただいたんですけど、はい、やっぱりなんかね変則なのと、あと またちょっと新しい、これもアミールと近いんですけど、新しいブレイクダンスのスタイルをこう今出してきてるんじゃないかなっていう感じなんで、ちょっと一番読めないし、で評価もされてるから、だからちょっとしげちゃん的にはどう対策を打つかだったり、どう戦うかっていうところは結構ありますね。OQS 両方とも1位ですからね、うん、乗ってますよね。乗ってますね。でも OQS 終わって約1ヶ月半後ぐらいにオリンピック、うんうん、期間が空いてないじゃないですか。そうなんですよ。だから本人もこれで今ちょっと明確に評価もされてるから、あ、これが今いい、なんていうのか、標準練習の仕方だったり、まあいろんなものインスピレーションを受けてやってると思うんですから、彼がそれが今いい、一番いいんだなって今定まったと思うんですよ。だからこれに向けてあと次の1ヶ月ちょっとオリンピックに向けてやってると思うんで、ちょっと一番めんどくさいかもしれないですね。ということで4名ですね、はいはい、まあ、ざっくりですけど、他にも、まあ、言ったら切れないですけど、全員にちょっとなんかここしげちゃんめんどくさいと思ってるだろうなっていうところあるんですけど、まあ、ざっくり言うならこの4名が、ビクター、うん、フィルウィザード、うん、リー、アミール、アミール、この4名がかなりしげちゃんの前になるんじゃないかですね。しかし、うん、我らがしげちゃん、うん、もうしげちゃん自体も仕上がってて、周りの国の方からも多分しげちゃんは絶対めんどくさいともう思われてると思うので、ちょっとこうしげちゃんがどういうパワーアップした姿を見せてくれるのかっていうところでね。以上が、はい、ドラゴン的、俺的しげちゃんの標的は誰か、うん、リストでした、はい、皆さん、うん、ぜひ今上げ上がった方々だけじゃなく、今このリストを持ってる方々は、ね、YouTube で動画検索してるよね、うん、あの全員を解説はできません、うん、みんなね多いですけど、はい、多いですけど、はい、でもやっぱりね、しげちゃん頑張ってほしいなと思いますし、はい、まあもしかしたらヒロテンとも当たる可能性もありますからね、日本人同士の対決もありえる。やめてー、まあでも決勝でね、あの金と銀メダルとね、どっちかがこうね、取ってもらえたらもう嬉しいなと思いますから、はい、頑張ってほしいと思います。ありがとうございます、はい、ということで、チャンネル登録、はい、高評価、よろしくお願いします。お願いします。フレーバージャパン、これからもオリンピックを追っていきますので、はい、
ドラゴさん、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、さよなら。